皆さん、こんにちは、こんばんは。レコドリームです。はい、今日は、前回、隠れ工房さんで購入した、サカサカを、この星型がね、とっても可愛くって、ちょっと買ってみたんですけど、私、サカサカがなかなか、うまくいかなくて、なんでだろう。いつもね、うまくいかないんですよね。でね、今日はこの星型で、サカサカを作ってみたいな、と思っております。はい、思っておりますけれども、ちょっとうまくいくかどうかわかりませんが。はい、それでは、材料紹介いきます。はい、まず、隠れ工房さんで購入した星型用のサカサカですね。はい、これとセットになっていました。こういう風にね、取り付けるらしいです。はい、そして、おびくしょー。突然音が鳴るとは。はい、こちらは、レジン液は、マサルの涙です。気泡が入りにくいので、今回こちらにしてみました。そして、コーティング剤ですね。これは、中身は、ルスターグロスのコーティング剤になってます。そして、今回、中身を入れるのが、こちらのキラキラした。これも隠れ工房さんで購入したものです。隠れ工房さんばっかりだよ。ほんと、隠れ工房さんに貢献してみたい。そして、こちらは、ちょっと楽天関係のショップで購入しました。すっごいキラキラしてて、綺麗なんで、いや、これもう、めっちゃ好き。ということで、作っていこうと思います。で、二つ作って合わせるんですけども、一つはもう完成しておりますので、もう一つを作りたいと思います。はい。ちょっとね、今、これやる前に何度かやってみたんですけど、結構ね、レジン液使います。これ。溢れるぐらいの量を入れとかないと、ちょっとね、足りなかったりすると、ちょっと良くないですね。だからちょっとまあ、8分ぐらいかな。入れるの。8分、9分。結構ね、たっぷり入れた方が、溢れるけども、それだけしっかりと作れると思うので、はい。できると思います。でね、こうやっていっぱい入れてるにも、かかわらず、気泡が一個も入っていないという、なんて素敵な、アングル変えますね。気泡が一個も入っていないという。なんと素敵な。ちょっと。ちょっとこんぐらいにしますかね。はい、で、これを被せていきます。で、被せると溢れると思うんですけど、そこは、溢れた方が、しっかりと、負担になるので、溢れてきましたね。はい。じゃあ、これで、コーティングします。表と裏、30秒ずつやります。で、中身をさ、どれ入れようか、悩むんですけど、これすっごいキラキラしてて、これもすごいキラキラしてて、正直入れるの、もったいな。ですけど、なんかでも、キラキラした方が、いいと思うんですよね。だから、キラキラを入れたいんだけど、どれ入れようか、悩むんだよな。雫型、もあるんですよ。こういう感じ。これね、ちょっとね、紫
紫、どうなんだろう、紫のような、ちょっと何とも言えないな、ちょっとそこわかんないや、紫のような、そうでないような、はい、裏もしっかり硬化しましょう。今回はちょっと多分時間がかかると思うので、前編後編に分けていこうかなと思います。はい。多分その方がですね、いいと思うんですよ。きっとね、中身入れるもんね、中身入れるだけで、選ぶだけでちょっと時間がかかりそうな気がする。いつも、どれ入れよう、どれ入れようってね、優柔不断な。優柔不断っていうか、それ優柔不断って言うのかどうか微妙なんですけど。はい、硬化が終わりました。で、今ね、ちょっと暑いので、ちょっと冷えるまで。で、ちょっと待って、冷える間にね、この中に入れるんですけど、どれ入れよう。あ、そう、ハーバーオイルを入れようと思います。いや、ハーバーオイル、入れない方がいいか、シャカシャカ？入れなくてもいいか。入れなくてもいいか。逆にこのままでこう、あ、じゃあ、これ、小さい粒がね、出てくるんだな。透明が。もうね、結構ね、小さい粒が出てくるからね。え、ちょっと待って、どれ入れよう。ちょっと本当悩む。どれ入れようかな。いや、ほんとね、いろんなのがあって、これも綺麗なんだよね。なんて綺麗なの。いや、綺麗。見てください、これ。あ、見えるかな？見えないかな？ちょっと影で見えない？影で見えないよね。ちょっと影で見えないか。ちょっと、じゃあ電気いってますね。影で見えないと思うんで。もうね、このほら。見てください、この。キラキラわかりますかね。キラキラ光ってて。もうこれ多分ちょっと紫？オーロラっぽい。紫。あと水色が入ってたり。これもオーロラっぽい紫。ちこれは確かブルー系だったかな？え、つまりね、ほんと、どうしよう。いや、これね、悩む。サカサカが、悩む。ちょっと待ってね。ちょっと悩んでるわ、こちら。アングル戻します。あ、ダメだ。ごめんなさいね。はい、こういう感じで溢れてくると思うんですけど、それは気にしなくていいと思います。で、まずこの溢れた部分を引っ張ります。お、すご。はい、で、これを取っていきます。おー。すごいですね。で、こういうふうにバリがね、できるんですよ。で、このバリを取ります。おー、やっぱりね、溢れる、9割ぐらいまで入れた方が、
しっかりと硬化できていいと思います。ハサミもいいけど、ニッパーで切ろうかな。ニッパーどこ行った？もちろんと、爪用のニッパーを買おうかなと思っているんですけど、まあ、このニッパーでもいいんですけどね、これどんどんね、この、これ、外れていっちゃうんだよな。はい、ニッパーで切っていきます。しっかりと。ハサミとかで切るとカクカクになっちゃうと思うんで、ニッパーで切ると、だとこう。ね。あれ。これで、ニッパーで持って引っ張ると意外とね、切れるので、よいしょ。ちょっとゴミ箱。あ、結構硬いね。結構硬いわ。ちょっと待ってね。結構硬いですね。あのね、こういう時って爪切りとかのこのニッパーがなんか切れなくなってきてるかな、もしかして、もしかして切れなくなってきてるか、あのダメ、切れない、切れないので挟んで切ります。本当はね、挟んで切りたくないんだけど、挟んだとね、どうしてもこうカクカクってなりやすいので気をつけないといけない。よいしょ。結構ね、結構硬い。私にとっては、かなり硬いです。いや、これ絶対普通の人でも硬いと思うよな。普通の人でも硬いと思うんだよな、これな。ちょっと飛びますね。飛びますね。だいぶ取れてきましたよ。これっていいかな？んっと、ここがガタガタかな？ガタガタ、今日は、ハーバーオイル入れたりとかしないので、とりあえず中に入れるものを厳選するだけにしておきます。で、前編はそういう感じにして、後編は、あ、いや、ハーバーオイル入れない方がいいかな？入れないでサカサカって、した方が綺麗か。今日はね、ちょっと、時間がね、
遅いので。はい、行きました。こんな感じで。ここが、ハーバーオイル入れるところがあるんですね。ここ、注入口が開いてまして、見えるかな？わかんないね、ちょっとね。はい、ここが、穴がしっかり開いているんですね。で、これをこうやって合わせて、合わせるんですけど、ハーバーオイル入れてもいいな。ちょっと待って、私さ、何入れよう。本当に。てか、私、そもそも、こういう、ブイカットストーンを入れること自体が私、ちょっと嫌だなって、思うんですよね。それはなぜかというと、こういうのに入れたくないのが本音。あとは、例えばこういう。これなんだこれ。これは何？ん？あ、こうなってんの？ん？あ、ちょっと、こうやって、三角と四軸型。これにようかな。で、あとこの、楕円形。この、丸の形ですかね。丸の形を入れて、そんで、どうしよう、何を入れよう。いや、悩む。ダメ。できない。どうしよう。これ、待って、どんどん、いった。これと、このブルーのブリカットストーン。これ入れてもいいかな？ガラス、これ。で、あと、あと、こっちからね、これどっからやってんの？どっからやってんのこれ。え？開ける場所がない。ちょっと、切らないとダメってことかな？これは。ちょっと悩んじゃうので、今回は、ビッグ選びのみにしようと思います。このね、これ、ライトローズっていう色なんですけど、これが、わかります？すっごい、綺麗なの。これも入れます。なんか、ビズ大きいのばっかりだな。これ綺麗。ちょっと待って、ライトローズ、これ、これ二つ入れたいかな。ちょっと、これ、こんなに入れちゃう？ちょっと待ってね。こうやって、こうやって入れるでしょ？このブルーはちょっと合わないな、なんか、全体的な構造に。どんどん、
テーブルが動いちゃって、ちょっとスマホ動きます。はい、これだけじゃ少ないかな。あー、くまだ。あ、こぼれた。いや、後で片付けよう。これを、上どこです。こういう風にして、あ、なんか寂しいね、これだね。これじゃ寂しいわ、なんか。どうしようか。これじゃ寂しいね。これじゃ寂しいね。これじゃちょっと、寂しい。なんかさ、カタカタってどういうの入れればいいの？なんかよくわかんないんだけど。ちょっと一回切りますね。はい、ちょっといろいろ考えて、ちょっと動画見たんですけど、いまいちちょっとピンとくるものがなくて、基本的にこれを、ライトロールのこのブリカトストーンを生かしたいので、まあ、ピンク系でやっていこうかなと思いました。それで、こちらの桜の花びらだったりとか、あと、こちらの、この中からピンクのパール、ホワイトパールなどを入れて、できたのが、こちらです。でもね、それでもちょっと数少ないかなって思うんだよね。私あんまりね、パールってほんとこれぐらいしか持ってないんだよね。だからね、ちょっとね、意外とシャカシャカできるようでできないのかなってちょっと思いました。まあでも、一応、とりあえず、これを厳選して、できたので、これだけでちょっと少ないかなとか、思うんだけどね。あとは、こん中も入れていくか？あんまりね、ないんですよ。持ってるのが、チャカチャカに入れられそうなもんが。ほんと、これぐらいしか、なくて、とりあえず、これだけ入れていこうと思います。で、どうしようかな。まあ、せっかくね、ここにね、ハーバーオイルを入れるための穴がしっかりあるんですよね。見てわかると思うんですけど、ここに。で、ハーバーオイル、まあ入れてもいいんだけど、どうしようかな。悩みますね。ちょっと、まとまんないんで、今日はここまでにしておきます。前編として。で、後編は、後編やるときに、までに、ちょっと、まとめて、決まると思いますので、その時までに。決めようと思います。次回のね、公演までに、入れるものとかを、まあ、これでいいかどうかっていうのも含めて、しようと思います。はい、今日はね、こちらの、なんか星を作るだけになってしまったんですけど、こちらの星の、シャカシャカモールドなんですけど、これね、かわいいのでね、便利です。すごい簡単にできちゃうし、多めにできるやつを入れるのが一番おすすめです。それと、やっぱり、マサイの涙は、気泡がほとんど入りませんでした。なので、よかったです。あ、今触っちゃった。なので、よかったら、ちょっと次回ね、後編に回したいと思います。ちょっと頭の整理がつかない、今。なんか、はっきりとこう、
いかないので、次回後編に回します。はい、なんか今日の動画は星を食うだけになってしまって、申し訳ありませんでした。またね、後編として、アップしていきますので、よろしくお願いします。それでは、今日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは、次回の動画まで。またねー。